ミミオさん。おはよう、フランちゃん。昨日のアニメ、見た。うん、見たよ。主人公のアミさんピンチだったよね。そうそう、その後、変な神様が出てきて、パワーアップするんだよね。それで、今回の敵やっつけて解決したけど、変な神様の正体が気になるわ。あの鶴に乗ったサングラスのおじいさん何かしら、わら。おはよう。あ、おはよう。いちごくん変な話するから苦手なのよね。鬼門のテレビ、学校の七不思議、面白かったよね。ごめん、見てないわ。あの時間帯、私たち、塾だし。まあいいや、この学校にも七不思議あるんだ。いや、いいわよ、興味ないわ。それにオカルトって非科学的だし。おはよう、みんな席について、朝礼始めるわよ。またね、この話は、今度ね、ふふふ。いや、あのね、興味ないの。もう、いちごくん最悪だわ。アニメのプリプリハニーの話で盛り上がってたのに。ほんとよね、男子漫画かな、男子グループと話せばいいのに。あの子、オカルトの話ばっかするから、いつも仲間外れで、無理よ。男子はゴレンジャーとかオメンガイガーとか、妖怪イノッチとか見てるしね。あの子だけよ、クラスでホラー特集ばかり見てるのは。七不思議って、あれでしょ、音楽室の絵がいい人の絵が泣くとか。図工室のモナリザの絵が笑うとか、家庭科室は3分クッキングの音楽が流れるとか、理科室の人体模型が動くとか、給食室に大食いの霊がいるとか、3階の女子トイレの花子さんとか。それで、7つ目を知ると、とんでもないことが起きる。信じてるのかしら、いちごくん。今日の夕飯は、カレーライスよ。お母さん、学校にノート忘れたんだけど、取りに行ってくるわ。ダメよ、もう暗くなるし、変な人がいるから、諦めなさい。それがないと、宿題できないわ。ノートなくても、違うノートでできないの。できるけど、先生が言ったことも重要でメモしてるのよ。いやいや、なんとか思い出してやりなさい、夜は変な人がたくさんいるから。私が一緒に行くわ、それならいい。霊夢が行くのか、余計心配だわ。何よ、これでも私、警察官よ、わら。霊夢おばさんとなら、いいでしょ。仕方ない、ただで夕飯食べる代わりだ、よろしくな。はい、行ってきます。すみません、インターホンをして。いえいえ、気にしないでください、霧雨さん隣の方は。お母さんの友達で刑事さんやってる、霊夢おばさん。白霊霊夢です、本部の捜査一課の刑事です。私は、4年2組の担任の、月見かぐやです。それで、何のご用でしょうか。フランちゃん、宿題のノート忘れたから取りに来ました。あら、偉いわね、霧雨さん優秀でしっかり者でいつも助かるわ。だって、先生の言ったことも、付け加えないと宿題にならないから。あら、嬉しいわ、明日の宿題見るの楽しみだわ。フランちゃん、ノート取りに行こうか、教室でしょ。それなら、私が行きます、霧雨さん、自分の机の中でしょ。はい、自分の机の中にノートあります。では、ここでお待ちください。ノート持ってきますので。はい、お願いします。いい、先生ね。かぐや先生、周りのクラスでも人気ある先生よ。私たち4年2組が、羨ましいって、周りのクラスからよく言われるの。いいな、私なんか小学校の先生は、体育会系の男の先生や怒りっぽい女の先生だったから。それに、私勉強嫌いだったし、いつも怒られてたわ。よく警察官になれたらね、霊夢おばさん。フランちゃん、ちょっとお手洗い行きたいんだけど。行きたいの、そこは職員トイレだから、そこの階段で2階のトイレ行った方がいいよ。2階のトイレは、あったわ。すっきりした、学校のトイレって綺麗でいいわね。子供たちの掃除が隅々まで伝わるわ。なんか鈍い音がしたわね、隣の男子トイレかしら。夜の学校って怖いわ。男子トイレから何も出なきゃいいんだが。キャー、人が倒れてる、大丈夫ですか。どうしましたか、用務員さんだわ、大丈夫ですか。月見先生、早く警察と救急車手配お願いします。わかりました、